どうも、ピオキングです。今日はこのトロールコースやっていきたいと思います。ブリッジトゥートローラビディアということで、ラビディアっていうのは無駄っていうことだから、それとトロールを掛け合わせて無駄な橋のトロールコースということなんじゃないでしょうか。で、今更ながらトロールっていうのは何っていうことを話すと、制作者とプレイヤーとの駆け引きだったり謎解きだったりで、間違えるとやられてやり直しみたいな、そういうコースですね。今の話いるかな。本当に今更すぎて全くいらないような気がするんだけど、無駄な橋コースだけに無駄な話。すいません、ここ全部カットしてつまんなすぎたわ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.49%。 でこれね、クリア率がめちゃめちゃ低いから、実況しようかな、怖いなって言いながらグリーンだからを 250ml ぐらい飲んだね。まだ一言も水分補給だけはしっかりしまくってるっていうね。上に隠しブロックがあんね。あの隠しブロック怪しすぎる。後で戻されるとかそういう場ないかい。まあ一旦土管に入ってみるか。土管に入れねえじゃねえか。やめろ、これだ。ほら、これ楽しいよ、一緒に楽しもうじゃないか。跳ねないならこれだ。開幕画面狂気。オーケー、もうすべて理解した。土管に入ると見せかけてすぐ左へ。でバネン落ちてきたからワープブロックに入っていけと。でピンクのめっちゃあったよな。ゴールがあるじゃん。実はこのコース短いですよとか、そんなんかな。左の土管は入れない。上も隠しブロックあるけど、これ絶対届かないよね。一旦行ってみようか。ジャンプぐらいせ。上はあ、やっぱ隠しブロックあるよな。この隠しブロックさ、出しておかなきゃ後でゴールできませんっていうこともありえそうじゃない。でゴールポールの右、黄色い土管があったから、あっから出てゴールと、それだけは覚えておこう。そしてこれどっから行こうか。やっぱりピンコインコースなんだな。何枚ぐらいあったっけ。1,2,3,4,5,6 だから5枚のピンコイン集めなきゃいけないのか。ってことはここはクリーボーをかぶって一旦蹴っておこうか。で左に逃げておくみたいな。さあ、いや水中のトロールコースって珍しいよな。まあこうやってたまには優雅に泳ぎながらコースをやっていくっていうのも悪くないね。いつも地上コースで慌ただしいような気がするからさ。さあハテナブロック叩いてみようか。左下のびっくりブロックなんだろうな。あれ絶対地滅用のような気がする。こっちは隠しブロック、え、こっちもいけないみたいな。よしよし、おっそ。水中の鉄球ってあんなに遅かったっけ。まあ今のところはね、そんなに引っかかる要素ないよ。さあこのハテナブロックも鉄球と思ったけど、ブーメランか。じゃあブーメランを投げて、あら出らん。あ、クリームをなくすってことか。なるほどね、そういうことか。え、あのさ、びっくりブロックやられるだけ頼む。クリームをだけ脱がしてお願いします、神様。いや絶対無理だろ、これ挟まれるだけじゃん。雲が邪魔してるからさ、下に行けませんよみたいな。どうなるですよね。なら右の鉄球に当たっていけっていうことなんじゃないかな。でこのコース水中でテンポが悪くなりそうだから、実況力そしてプレイスキルが求められるね。いやどっちもない僕にとっては壊滅的なコースだな。とか何とか言ってたら、たまにこういうコメントが来るんですよ。ピオキングさん、別にあなたにどっちも求めてないですよみたいな。何を求めんのよ。これマリオというゲームだぞ。なら見せてやるさ、僕が1秒も黙んないゲーム実況というものをな。じゃあこれはブーメランを出してびっくりブロックを壊していくと思ったけど、びっくりブロック発動しないんだな、ブーメランで。そのことに対して僕はびっくりブロックっていうか、これもう積んだんじゃないんですか。ドンケツどいてくれ、そこ。タタ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 タ。やばだ、マジある、マジあるんだ。このハテナブロックはなんだ。ただ喋ってればいいっていうわけじゃないのさ、ピオキング。抑揚が大事なのさ、話っていうのは。ただしかし僕はその欲の部分を忘れた人間さ。用しかないね、実際は陰キャだけど。さあさあ今日大丈夫かな。さっきからつまんねえことばっか言ってるような気がするけど。さあチビになった。さあこっから右に、なんかこっちまっすぐ感覚バリューワープブロックに入るでしょ。そしてすぐに右上に行けってことかな。ジャンプレンだ、ジャンプレンだ。いけ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 、待て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 。これで終わり。あ、終わりっぽいね。じゃあ次の場所に行こうか。次はどこに行こうか。ドアの方に行こうかな。でこのドアに入って、このドアも水中じゃなかったらいいんだけど。頼む、地上ステージ。水中か、地上ステージはないの。ちょっと待てって。じゃあ下2つは何かな。ブブーじゃねえんだよこれは。あ大丈夫これ。ここめっちゃ早く行けってことかな。もうダッシュしていこうか。ダッシュしまくる。そして先に行く。ダ
浅い今の声ではでは隠しブロックを叩くなってことだと思うんだけど、どうやってあのピンクコインを取るかなんだよな。右の鉄球が左の鉄球壊してくれるわけでもない。さっさ先に進もうか。左のフグがマジでプレッシャー。早く早くマリー右に行って、やめて、来ないで、僕を食べないで。みんな分かったね、あのピンクコインの取り方。ここの隠しブロックは叩いていいんだ。そしてバネが出るでしょう。このバネに押し返された瞬間すぐにピンクコインを取って右に行く。早く早くバネいなくなれって。やっぱり叩いたらいけないか。ここを叩かないでどうやってあのピンクコインを取りに戻ってくるんだろうな。まあそれは後でのお楽しみということで。でこのびっくりブロックは叩かない。右下の隠しブロックは叩けばドスがやられるんだ。早く早く、どこバネが来てるよ。くっ、危ない。落ち着け、後ろのフグマンネンに踊らされるな。ゆっくり行けば全然間に合うさ。で上に砂が見えたら、この砂を取ればこのフグマンネンを倒せると。行けよらよくもやってくれたな。じゃあ左のピンクインを取りに戻ろうか。いや違うんだって。早く行こう、早く行かないと間に合わないんだね。さあこのフグマンネンを倒して、この溶けそうボールも倒していこう。そして左も溶けそうボールあったような気がするんだよな。だから早くバネ力を貸してくれ。水中で火がついてんのおかしいだろ。え、あそこ間に合うかな。なんかギリギリ行けそうで行けないような気がするんだけど。いやこれめちゃめちゃ早いよ。そして隠しブロックの方は行かない。バネ力を貸してくれ。早く行けるかこれ。よっしゃ。でこれをね、かぶっていけと、そういうことだと思います。さあ、あのドアのところまで行こうか。え、ちょっと待ってね、下の果てなブロックめちゃめちゃ揺れてない。あ、何なんだろうな。さあこの扉の先には何があるんだい。叩いていいのかなこれ。一回爆発させておく。なんか来てんな。この爆発で倒してよ僕は。どこに行ってんだこれ。さあさっきから10回ぐらいやり直ししてるんだけど、左のトゲソーボールを倒すところまでがマジでいけないんだよね。めちゃめちゃ難しいの。多分こんなやり方じゃないと思うよ、トロールコースって。いやこれ本当に無理だから、下の隠しブロックがあるじゃん、ここを叩いてピンクコインを取って先に進めみたいな、多分そんな感じだと思うんだよな。わざわざ被り物被らなくていいんじゃない。ちょっとこれで行ってみるね。さあ砲台被ってない状態でここまで来た。バンを叩いた瞬間すぐ右。いやマジマジマジ、これでもう終わりなのかい。もう中間ポイントじゃないね。なんかその鍵ワープブロックは嫌な予感しかしないよ。泳ぎ続けてればよかったのかい。こっちは何なんだ。知りたい球の予感しかしねえな。おいおい、何が起きてんだ。何やってんのあのピョンチュ。あ、このねびっくりブロックを叩いてやられればいいだけ。まあまあそんな簡単だよこれは。左に来い。わざわざ自分で右に行かなくちゃいけないのか。まあまあでももう分かった。これを何個か叩いておいて、多分ねこの場所から右押すでしょ。横から右押しながらジャンプすればシャー。じゃあこのドアに入った瞬間泳ぎっぱしようか。それでワープブロックは回避できると思うんだけど。オッケーオッケー。そしてこのハテナブロックは何なんだろうな。鍵。ちょっと待ってて、この先の進み方が分かんねえ。もしかしてさ、あのフグを倒さないでここまで来いってこと。いけるかいけるか。このスター状態でさ、このフグに当たらないで左に行ってさらに逃げろってめちゃめちゃ難しいじゃない。来るぞ来るぞ。よし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 。待て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 、お前早いんだって。早く早く左に行かないと。どっからさ、どうするどうするどうする。グーだ。てかさ、最初のピンクコインフェイクっていう可能性あるよなこれ。まあこれで先に進んでってみようか。一番最初に出しておく。これだったらさ、あのピンクコインを取って戻ってきやすいんじゃない。もうこれ最後にするわ。これで成功できなかったらピンクコイン無視して先に進んでみるね。さあ戻ってきた。これでピンクコインを取ればいいのか。いや取ったら絶対やられるわ。だから先に左に行ってこいつをおびき寄せる。でおびき寄せてピンクコインを取った瞬間右に行くね。それでいけるかな。頼む、早いこいつ。もう先行く。さあ最初のピンクコインを無視してねここまで来たんだけど。あ、なるほどね、やっぱ無視してよかったんだ。いや右下にピンクコインあったじゃん、それを取ることができたよ。あーはいはい、何だったんだ今までの苦労は。さあここでドカンに入ってって。マジでごめんね。もう謎解いてた方いるでしょ。本当に申し訳ない。もうあそこにね40分ぐらい使ってしまったよ。その時間を返してほしいぐらいだね。やった、地上じゃねえか。待て待て、キノコ様。いやめっちゃ嬉しいで、ね、水中に帰れってか。ここはな
何もしないでいいのさ。そしたら上からキノコ様が降ってきて、このキノコを取ってたらワープブロックに入ればいい。たったそれだけのことなんだ。さあ次の場所に行こうぜマリーよ。この矢印したって何かヒントになってるのかい？わかった、クルリンパだ。行くぞマリー、クルリンパ。そのキモい喋り方やめろ。ここ全部トランポリンあるんでしょ。多分幅跳びでもいけないと思うから、木の上に捕まってみようか。でこっから一旦下がってみようか。なら幅跳びだ。幅跳び以外にな、一番左だけないとかそんな感じかな。だから下にコインがあると思うんだけど、その通り降りてってみようか。なんか腹立つあのつらら。しかしもう全て見切った。普通に降りてっていい。で次は木の中何かあるのかい？アイテムがあるはずだ、このつららを超えるためのな。そうだろ、よしよし、山田間に合うよ。雨飛びや、バネバネバネはずっと友達、バネバネバネでも裏切るよ、バネバネバネ頭悪いの、バネバネバネでもそこがいいと、バネバネバネ上か下か下の果てな、叩いてみるよコインだよね、上の果てなは無機物だね。そして僕は閉じ込められた、右の砲台は何が出てくる、生ゴミだね。派手な音叩いてすぐ右。さっきと店主が全然違うからついていけねえんだよ。上の土管がすごく怪しい。上の土管入れないのね。さあこのドアに入ってもう終わりでいいよ。まあ、おー終わりじゃん。あたいっか、あたいっか。でごめんね、今気づいたんだよ。はい、どうもこんにちは。なら行ってきます。さあ最後はどんな感じなんだい、この上の30コインすごく怪しい。今回のトロールコース早かったんじゃないかな。まあ、さっきの水中でめっちゃ時間取ったから実際はかなりやってるんだけど。さあこのハテナブロック叩いていいのかい？キーバコもすごく怪しい。一旦叩いてみようか。隠しブロックが出てきたね。テレンも出てきた。まあまあまあやり直し聞くんじゃない。一旦土管入ってみようか。なぜか入れませんね。透明土管で入れないとか初めて見たんだけど、え、これバグなんかな。一方通行でも絶対透明土管で入れるはずなんだけど。じゃあちくわブロックが復活する前に右に行けと。スネークブロック、何かしてくるのかい？僕は君を信用するよ。うん、乗ってすぐ左に行けようか。ナイス。さあこの上は何もないわけないよ。なんかこの木箱もうさんくさいんだよな。持って行ったらダメですよみたいな、そんな予感がプンプンするぜ。でサンボが2体いるな。急にこっちに来るとかないよな。頼むシャンボ、来んなよシャンボ。ブロックについてってみる。こっから右押しっぱ、それでサンボがかわされて、オッケーオッケー。そして次はどうするかなんだけど、これヒップドロップかな。ヒップドロップしてすぐ左。みんな今コトランポリンになってたよ。なるほど、これで木ブロックが必要になるってことか。でも終わりかな。うわ、まだあるじゃねえか。絶対なんかしてくるってこの二人さ。もうさっさ右に行っちゃおうか。そしてオンオフをして、うわどうしよう、これ木ブロックを持つ、持ってどうすればいいの。魚。まさか上にいる魚じゃなくてさ、こっから出てくる魚にやられるパターンで、上は変わん、あ、これ戻ればいいのか、箱持ってるから。そうアートオロナイン、すいませんね、ソードアートオンライン大ファンの皆様。でも大丈夫、僕の方が大ファンだから。僕よりソードアートオンラインの好きな方いるのって思うぐらい僕好きだからね。何が大丈夫なんだ。さあここでバブルをしっかりと避けてもう一回戻っていこうか。もうバブル来るなよ。でこっからどうするかなんだよな。上の扉もめっちゃ気になんない。あ、これで終わりなんだね。ありがとうございます。上の扉から来たのか。でこれで本当に終わらせてくれんのか、ゴールまで導いてくれんのか。でさちょっと気になってたんだけど、さっきからあの左のこの土管気になんない。これ何なんだろうな。これで終わりだったらいいんだけど、頼むゴールを目の前にあって。山田か、やっぱそんなね簡単にゴールさせてはくれないよな。でディトユー、あ、ディトって何だったっけ、過去形とかそんな意味じゃなかったっけ。ディトユーメイク、メイクアブリッジ、橋を作ることができましたか。マジかな。え、橋ってどこのこと。やっぱ最初にあったさゴール前、やっぱここに出てくるのか。で、隠しブロックは絶対無理だって。一回もやられないでここに来るとかさ、出したとしても一回やられたらさこれ全部消えちゃうんだよな。下、実はあれじゃない、隠しブロックないですよみたいな。なんでえ、これピンコインは集め直しとかそんなことはないよな。
頼む、ここに行ったら鍵手に入るみたいだ。いやはい、全部集めて戻ってきたんだけど、これゴールできたっけ。この下足場があるとかそんなんじゃなかったよね。だから壁キックか、壁キックしてみようか。これ壁キックこれさ、やっぱ一回もやられないでここまで来なくちゃいけないんじゃない。あ、待てよ、上のこの土管があるじゃん。ここ橋を作れる場所じゃなかったっけ。隠しブロック叩きますみたいな。あー、なるほどね。だから鍵マップブロックに入る前にこうやって全部しとけばよかったんだ。ゴールを見つけたぞ。さあ、これでゴールができるのかい。橋はちゃんとできてるのかい頼む、もう何も来るな。絶対上に隠しブロックあるで、ね、ここはないのね。いや待って、上の針に当たらんようにしようか。この上はなんかある、上にない。わあわあわあ頼む、素直にゴールさせてくれればいいのさ。上から何も降ってくる、何も降ってくるなんて、もう何もするのやめろ。いやー、やったいや本当に怖いね、このコース。僕3回ぐらい集め直ししてるんだよ。めちゃめちゃ辛かったね。でもすごく楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ P スイッチ坂階段ということで、このコースね、サムネを見たまま P スイッチをどんどん下っていけっていうコースだと思うんだよね。で P スイッチの上には針が設置されてるからジャンプができないと。めっちゃ難しそうなコースだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.06%。 そんで最近マリメ1結構やっててると思うんだけど、一発マリオで今後多くなってくるかもしんない。ネタがありふれてんのよ、やったことないからさ。さあ始まった、時間は10秒しかないか。とりあえず歩いて行ってみる。歩いてて、あーやっぱ歩いてはいけないか。で気になったんだけど、上行けそうじゃないこれ。ちょっと上行ってみていいかな。ここからジャーンプみたいそこに壁があんのね。まあズルができないっていうのが分かったところで、歩く走るを交互にやってってみようか。歩く走る、歩く走る、走る走る走る、歩く走る、歩く走る、走る、走る、ボケー。騒がしい、いつも思うんだけど、そんなに騒がしくしなくてもみんな聞こえてるさ。さあ結構勢いをつけていかなきゃいけないっていうのは分かったね。これの何が難しいか分かったね。一番最後だ、一番最後、なるべく勢いをつけておかなきゃ届かないみたいな、多分今みたいな感じでいいと思うんだけど、勢いをつけすぎちゃうとジャンプができないんだよな。だからあんまり勢いをつけすぎず勢いをつけるみたいな何言ってんだ。リズムよく行こう。1でダッシュして2で歩くわ。ワンツーワン、逆だ、2でダッシュしてみよう。ワンツー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 ツー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 、きた。わざわざ歩かなくてもダッシュしてしゃがじゃんでいけないかな。ちょっとやってってみるわこれいいよ、多分これが一番楽思ったよりめっちゃすごかったね。ただ時間が間に合うかどうかなんだけど、多分間に合わない。大崎より早いよ、こっからジャンプ来た頼む、間に合って、2、1、0、間に合うか。絶対行ったと思った。じゃあもう本当に急いで行かなくちゃいけないんだね。これでどう、来た、いや絶対来たよ、さっきより早いんじゃない。4、3、2、1、いや絶対来たよ、やったいや本当に面白かったね、このコース。ツイッターでね、やってみてくださいってもらったんだけど、送ってきてくれた方どうもありがとうございます。そして見て見て、みんな無事最速取れたね。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。